さあこれより第2クォーターに入ります。高知大学サードオンスリーの状況で試合再開。さあパスいった、しかしパス不成功。高知大学ここでパスプレーにより状況打開を図りました。クォーターバック構えましてワイドレシーバー3番でロングパス、しかしこれはディフェンス陣のカバーありましてパス不成功となっています。結果的にはダウンを1つ失いまして高知大学フォースダウンに変わります。高知大学フォースダウン3、フォーメーションを変えパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。攻撃権を失いますが、しかしキック力により状況打開を図ります。さあしかしトラブルだったか。ここでパントフォーメーションのスナップをラインマンが飛ばした際にそのボールが大きく後退する形になりました。パンターこれをなんとかリカバーしまして蹴り出しましたが、フォーム崩れた格好ですので大きなキックにはなりませんでした。しかしバウンドよく結果的には自陣40ヤードを超えた地点で攻守交代となります。しかし自陣脱することできず攻撃権は、愛媛大学に移ります。愛媛大学相手陣43ヤードからの攻撃になります。さあ愛媛大学相手陣43ヤードからファーストアンテ、ナイスファーストランニング26番ハンドフォートアップされまして中央突破、オフェンスのブロックができました。そのシームをつきまして一気に中央切れ込み、攻撃権更新となる見事ランを決めました。愛媛大学ファーストアン、見事なランを披露しましたのは26番の高瀬でした。大分鶴崎高校出身3回生。さあこれにより愛媛大学は相手陣19ヤードに入りましたのファーストアンテ、今度は高知大学が見せた、ナイスです。今度もランプレにより突破図らんというところでランニングバックに託しましたが、ここでディフェンスライン陣が殺到。ランニングバックがそのボールのプレー開始点に迫る前にディフェンスラインが仕留めましてロスプレーに変えています。さあこれにより5ヤード下がりましてセカンドダウンに変わります。愛媛大愛媛大学セカンドダウン15、ボールオンは相手陣25ヤード。パス成功。さあここで状況を変えんとパスを投じました。クォーターバック下がりまして左から入り込んできたワイドレシーバー1番にパス、競り合いながら1番これを見事にキャッチしまして約7ヤードのゲインと変えています。しかし攻撃権更新には至っていないのでサードダウンに変わります。さあ高知大学としては何としてもここを死守したい。愛媛大学は突破なりたいか、突破なるか、サードダウン8、パス不成功、パス不成功です。ここで左に展開したレシーバーに浮かしたパスを投じました。ディフェンスの競り合いにその攻撃突破を託しましたが、しかしここは高知大学踏ん張りましてフォースダウンに変わります。さあ愛媛大学相手陣18ヤードの位置のフォースダウン8、今度はプレーします。フォースダウンギャンブル、8ヤード突破しないと攻撃権を失いますが、このワンプレーでそれをかけます。パス不成功、
ここで奥に走り込んだレシーバーにパスを投じ、一気にタッチダウンを狙わせました。ターゲット13番、これに飛びつき、なんとか確保を試みましたが、しかしパス届かず、パス不成功。結果的に4回目の攻撃失敗となりましたので、攻守交代、テイクオーバーによりまして、攻撃権変わりまして、攻守大学と変わります。さあ、攻守大学、自陣18ヤードからの攻撃になります。攻守大学、ファーストアウト。ここでクォーターバックイター、外に展開するレシーバーに投げるかどうかの選択別となりました。オプションだった模様です。ここではクォーターバック自らキープを判断しました。見事これが決まりまして、約3ヤードから4ヤードのゲインに変わっています。まず最初に非常に頭脳的な判断しましたのはクォーターバック18番の和田でした。宇和島東高校出身の2回生です。高知大学セカンドラウンド6、不成功。ここでクォーターバックプレイアクションランに見せかけて、そこからパスを投じました。自らの動きをフェイクにする形で奥に走り込んだレシーバー31番へのパスで突破を図りましたが、しかしこれはディフェンスダブルカバーで阻止しまして、パス不成功。サードダウンに変わります。高知大学サードダウン6、ボールオンは自陣23ヤード。中央突破により状況打開を図らんとしましたが、しかし愛媛大フロントディフェンスフロント踏ん張りまして、このランを阻止しフォースダウンに変わります。さあ、ここで力を持ってこの状況打開を図りましたが、それは愛媛大阻止しましてフォースダウンに変わります。高知大学自陣24ヤードからのフォースダウン、パントフォーメーションを取ります。ここでトラブル発生。パンタースナップを受けましてケランとするところでしたが、ここでボールをジャックにしました。結果的に蹴るタイミングを失いまして、プレッシャーからパスによって状況打開を図りましたが、これをキャッチしたレシーバーなんとか突破せんとするところ、しかし愛媛大学見事対応し、ここでプレー終了です。結果的に自陣を脱す、陣地挽回を図ることはできず、攻守交代です。愛媛大学は非常に有利な位置で攻撃を得ました。ここで、タイムアウトが入ります。高知大学が前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。まず先ほど、ミスをしました高知大学が、今の状況を立て直さんと、ここで作戦タイムを取りました。大石様、非常に熱の入ったメッセージありがとうございます。今度こそドライブをものにするのだというメッセージや、地震と過信を履き違えるなど、非常に熱の入ったメッセージありがとうございます。確かに状況としては愛媛大学非常に状況優位な展開進めておりますが、しかし決定打が決まらず現在無得点といった状況が鑑みられる、そんな展開になっています。今度こそという状況でしょう。相手陣13ヤードの絶好の機会を得ました。ここをなんとかつきまして先制を決めたいところ、しかしそこをこうしたい立ちはだかります。さあ、このタイムアウトを果たしてどのような形で双方に状況を展開する形になるでしょうか。さあ、試合再開となります。愛媛大学相手陣13ヤードからファーストアウト。
た。なにわ君16番ハンドフを託されて中央突破、そのまま一気にエンドゾーンまでそのまま走り込みまして、タッチダウン、先制点獲得となりました。見事な、見事な26番高瀬のランによりまして先制のタッチダウンを上げる形になっております愛媛大学。そのタッチダウンの後のワンプレートライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加、愛媛大学トライ4ポイントも決まりまして1点追加しまして愛媛大学7点、高知大学0点となっております。再々チャンスありました愛媛大学、ここは最も好調なランプレーでこの状況を突破いたしました。ハンドオフを受けました26番、一気にスピードに乗りましてエンドゾーンに駆け込みまして先制タッチダウンを上げる形になっております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けまして2通り、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴール、エンドゾーンにボールを持ち込むタッチダウンです。タッチダウンですと6点、フィールドゴールですと3点となります。タッチダウンはこの後にもう一つボーナスのワンプレーがあり、ここでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外の得点としては自分たちのエンドゾーンで倒されるセーフティーの2点がございます。これらの得点組み合わさりました足し算によりまして駆け引きしまして引き分けが起こりにくい得点構造になっています。さあその愛媛大学のキックオフで試合再開となっています。高知大学リターン入りまして自陣35ヤード付近を確保いたしました。アメリカンフットボールは得点を上げた側がキックオフをしまして試合再開となります。ラグビーと違い得点を上げた側がキックオフをすることにしまして失点をした側が次の反撃の機会を得やすい格好になっています。さあ今度は高知大学失点をしましたがなんとか反撃をせんという攻撃に入ります。ボールオンは自陣35ヤードから高知大学ファーストアウト。パス成功、ファースト。さあここでホイッスルが鳴っています。ここで高知大学鮮やかなパスプレーを展開しました。中央切れ込みましたワイドレシーバー4番へのパスが通りまして一気に攻撃権更新し相手陣に入った格好でウォーターブレイクに入ります。高知大学も侮らないというそのようなプレーを見せるそのワンシーンでした。現在試合は愛媛大学7点高知大学0点となっております。さあこのウォーターブレイクは果たして潮目を変える一つの間合いとなるでしょうか。現在高知大学に攻撃権があります。高知大学先ほど立ち上がれた状況をこの攻撃シリーズで取り返すことができるでしょうか。ボールオン相手陣45ヤードからの状況で試合再開です。高知大学ファーストアンテ。ナイスキャッチ、ファーストダウン。クォーターの98番プレッシャーを上げながら再びロングパス、右奥を走り込んだ4番、ディフェンスダブルカバーありましたがこれを見事にキャッチしまして攻撃権更新です。大きく前進しまして攻撃権更新になりました。高知大学ファースト、見事立て続けにキャッチ決めましたのは高知大学4番の原田でした。大阪創山高校出身、岡山創山高校出身2回生です。さあこれで相手陣8ヤードからファーストダウン2ゴールに入ります。パス不成功、今度は左奥走り込んだ31番にパスを通しました。しかしこれは愛媛ディフェンスカバーしましてパス不成功、セカンドダウンに変わります。さあまず初手は封じましたがしかし攻撃権まだ3回あります。
甲子大学セカンドダウントゥーゴール、残り8ヤード。ここでパスプレーを展開、今度は右にいた3番へのパス、3番世間ながらこれをキャッチしまして見事タッチダウン。甲子大学タッチダウンによりまして6点反撃成功となっております。さあそしてトライフォーポイントに入ります。これが決まりますと同点となります。しかしこのキックはブロックし、フィードゴールし、トライフォーポイント失敗。結果的に得点止まりとなりまして、現在得点は愛媛大学7点、甲子大学6点と1点差の状況になっております。しかし鮮やかな攻撃で甲子大学見事反撃になりまして、その差を詰める形に成功しております。一気に前進しまして、ここでその好調なパスによって状況を一気に突破いたしました。一旦外に出ましたから中に入る非常に凝ったプレーを見事決めました。3番の鮮やかなステップワークによるタッチダウンパスプレーでした。さあ得点を挙げた高知大学のキックオフで試合再開となります。非常に面白い展開になってきました。この開幕戦、開幕カード、さあどうなるか。このキックは外へ出ましたので反則という形になります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合リターンチームは出た位置から5ヤード進んだ状況で試合を行うか、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは自陣、35ヤードかの攻撃のいずれかを選べます。愛媛大学は自陣、35ヤードから攻撃を行うことを選択いたしました。さあ失点をしました。しかし愛媛大学さらに得点を奪いまして、その状況をさらに有利に変えんという形の攻撃シリーズに入ります。非常に面白い展開になってまいりました。この一戦愛媛大学自陣35ヤードからの攻撃に入ります。さあランプレーから入りました。好調なランプレーによってまず最初の1点目を展開しようとしました愛媛大ですが、ここは3ヤードの前進にとどまっております。甲子大学も徐々にこのランプレーに対応しようという感が見受けられるワンプレーでもありました。愛媛大学セカンドダウン8、先ほどのランプレー前進距離2ヤードの判定となっています。さあ再びランプレー、しかしこれも甲子大学が対応します。今度は左オープン展開を26番の総力を持って突破戦という状況でしたが、甲子大学フロント陣殺到しましてこのランの展開を阻止しております。サーダウンに変わります。愛媛大学サーダウン8、ここで一気にロングパスを敢行しました。ワイドレシーバー7番にそのパスを託しましたが、しかしこれは甲子園ダブルカバーしましてパス不成功、フォースダウンに変わります。
ガードを挟んで、フォースターの残り9ヤードです。愛媛大学フォースダウン8の状況と変わります。愛媛大もここでフォーメーションを変えてパントを蹴る模様です。このパントは結果的に高知大学陣43ヤード付近でとどまりまして、この位置で攻守交代となります。攻撃権は変わりまして、高知大学に変わります。高知大学陣42ヤード付近からファーストダウンです。さあ前半残り時間は2分4秒となっています。高知大学自陣42ヤードからのファーストアウト。さあここでトラブル、ありました。オプションプレーによって左オープン展開しようとしましたが、ランニング枠このピッチを落としまして、なんとか確保しましたが4ヤードロスに変わっております。ここでホイッスル。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。今シーズン NCAA ルール変わりまして、従来はありませんでしたがプロでのみ採用されておりました。前半後半残り時間2分を切った段階でのタイムアウト、2ミニッツウォーニングが採用されています。残り時間1分58秒で2ミニッツウォーニングに入ります。アメリカンフットボールは得点を競うと同時に時間を奪い合う戦いでもあります。残り時間迫りまし終了迫りました状況においては、その時間の使い方が非常に大きな要因になります。これを採用しました2ミニッツウォーニングに現在入っております。さあここでのタイムアウト、作戦を練る上で非常に重要です。これをどちらのチームがうまく活かせるでしょうか。試合は高知大学自陣38ヤードからの攻撃で再開です。高知大学セカンドダウン14。ナイスキャッチ、ファースター。ここで高知大学パスプレーで突破しました。中走り込んだ YC は4番、これを横切るようにパスキャッチしまして、一気に右オープン展開、攻撃権更新になりまして、攻撃権ファーストダウンを取っています。高知大学ファースター。見事にパスキャッチを果たしましたのは高知大学4番の原田でした。岡山創山高校出身2回生。さあ高知大学ファーストダウンテ、パス不成功。今度は左奥に走り込んだレシーバーのパスでした。ターゲットは15番、しかしこれは愛媛大学見事にパスカバーし不成でおります。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。高知大学相手陣36ヤードからセカンドダウンテ、パス不成功。今度は中央を切り込んだレシーバーのパスでしたが、このパスオーバースロー、これを愛媛大学飛びつき、あわやインターセプト戦というワンプレーでした。しかしパス不成功という判定になりまして、サードダウンに変わります。
ファウルは残り10ヤードです。さあ残り時間2分を切っての非常に白熱した攻防になっています。高知大学相手陣36ヤードからサードダウン10、パス不成功。しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。ここで三上のパスプレーを展開しましたが、右奥走り込んだレシーバーとそしてディフェンスバックの競り合いの際に反則があった模様です。さあ果たしてどのようなペナルティーでしょう。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、相手選手を接触、パスが浮いている際に相手選手を接触妨害いたしました。前パスが浮いている間は双方ともにお互いを接触して故意に過度な妨害をしてはいけません。これが先ほど愛媛大学ディフェンス7番にあった模様です。反則の施行距離は15ヤードを従いまして攻撃権は自動的に更新となります。高知大学相手陣に大きく入り込んでのファーストダウン。さあこれによりまして高知大学は相手陣21ヤードに入りましてのファーストダウン点になります。パス不成功。ここで奥に走り込んだ15番へのパスでした。しかしこれは愛媛大パスカバーしましてこのパスを不成功に変えています。ダウン1つ変わりましてセカンドダウンに変わります。ホークスは先ほどの判定厳しいなというメッセージありがとうございます。このあたりは審判団のその経験に由来される部分もあります。また見える位置によっても異なるといった感はあります。しかしこの反則非常に重要なところで発生しました。これが果たして双方にどのように影響するでしょうか。高知大学セカンドダウン10、さあここでランプレーを展開した。クォーターバックオプションプレーでキープを選択、縦に切れ上がりまして約6ヤードのゲインを果たしております。しかし中で倒れているため時計は回り続けます。これが果たして吉と出るでしょうか、強度で出るでしょうか。まもなく前半残り時間1分を切ります。高知大学サーダウン4、さあオプションプレーを選択した。左オープンへのランプレー、キャリア12番総力に乗りましてピッチ奥へ左オープン展開、突破を図らぬところでしたがここは愛媛大学ディフェンス陣殺到しましてこのダウン阻止、フォースダウンに変わります。ここでホイッスル。16ヤード付近からフォースダウン、残り4ヤードです。ここで高知大学は前半2回目のタイムアウトを取ります。前半残り時間29秒、2回目のタイムアウトです。各チームは前半後半それぞれ3回ずつチームタイムアウトを取ることができます。非常に競り合いの、非常に難しい判断によります、先ほどの攻防を展開しました。こうしたいランプレーを展開しこの状況突破を図りました。パスで来るというその裏を掴むということでしたが時間が進んでしまうリスクをあえて顧みず敢行しました。結果的に残り時間前半29秒となっています。しかしこれによりまして攻撃を仮に愛媛大取り返しましては反撃になります。時間は大きく損なわれた格好にもなっております。この辺を含めまして時間をうまくどのように使うかが非常に求められるのがアメリカンフットボールです。さあまもなく試合再開となります。高知大学最後の攻撃権フォースダウンをどのように行使するでしょう。フォーメーションを変える模様です。フィールドゴールトライ、キックによる3点を狙います。キックレングスは35ヤード。スペシャルヒッター、このフィールドゴールをフェイクしてランプレー、
ボールをホールドするホルダーに入ったクォーターバックがそこからキープし、この4ヤード突破を図るギャンブルを敢行しました。しかしこれディフェンス陣対応しまして、結果的にその攻撃権更新ならず攻守交代になりまして、攻撃権変わり愛媛大学に変わります。ここで裏をつかんとスペシャルプレーを投じました高知大学。しかし結果的にこれは実らず攻守交代となっております。攻撃権は愛媛大学に変わりました。愛媛大学自陣14ヤードからファーストアンテン。しかし前半残り時間は23秒となっております。さあランプレイター、ここでホイッスルが鳴っている。ここでランプレーを投入しました。一気に相手のパスを裏を掴んというランプレーを展開し、攻撃権更新を果たしてましたが、ここでタイムアウトを取りまして、愛媛大学1回目の前半タイムアウトを取っております。失礼しました。25ヤード以降からファーストダウン残り10ヤードです。結果残り時間前半11秒を残しまして、愛媛大学攻撃権継続の格好となっています。愛媛大学の前半残りタイムアウト数は2個となっております。これを11秒で駆使しまして、この攻撃得点を狙わんといったその気概が感じられます。高知大学この11秒間の攻防をしのぐことができるでしょうか。愛媛大学ファーストダウン10。さあここでスクリーンパスを狙いました。ロングパスを投じると構えていたそのディフェンスの裏をつきまして、その手前にいたランニングバックにキャッチアンドランを図らせというプレーでしたが、これは高知大学見事対応しノーゲイン。ここで愛媛大学2つ目のタイムアウトを使いまして、残り時間3秒で試合を止めております。愛媛大学ランニングバックの記録は高田選手のパスは成功、自陣25ヤード付近からセカンドダウン残り10ヤードです。中四国学生秋季リーグ一次リーグの一戦であります、その双方にとっての開幕戦となるカード、しかし非常に白熱した展開となっております。前半は間もなく終了となりますが、残り時間3秒の状況、愛媛大学サーダン点に入ります。ここでクォーターバック17番ロングパスを投じまして、7番これを見事センターがキャッチしましたが、結果的に中で倒され、ここで前半残り時間がなくなった模様です。ここで前半終了となりまして、愛媛大学7点、高知大学6点、その差1点という状況で前半戦を終えまして、これよりハーフタイムに入ります。